いや、いろんな世界があるよね、ほんとね。ていうかさ、俺さ、一個気づいたんだけど、来月リスワン絶対取るよね、俺。もうリスワン常連になる勢いになってきてない。ぶっちゃけた話。だって今のリスワンって、あれだよ、2000人か3000人いたら取れるんだよ。で、俺、今1800人じゃん、2時間で。前回は、先月は、24時間ぶん回して、3800人ぐらいだったの。今多分余裕でいけるよね。うん、ぶっちゃけ。リスワン。うん。リスワン多分いけると思う、俺。多分来月から多分、毎月1万円入ってくるよ。新しいフォロワーさん、不思議な薬さん、フォローありがとう。俺、コテハン変えようかな。下膨れの狼に変えようかな。おう、アイムフリーマンいらっしゃい。下膨れの狼に変えようかな、和道から。はい、こんばんは。うん、気持ち悪い類の顔、マジで。嘘だろ。え、俺気持ち悪い系だった？嘘だろ。リスワン取れそうでバーン配信者いた。かわいそう。マジか。そんなさ、ぶっちゃけて言うことじゃないじゃん。やめてよ。うん。新しいフォロワーさん、カミカミさんフォローありがとうございます。あ、イルミナティさんありがとう。いつもモグリンしてたんだ、うん。全然いいよ。ありがとね。新しいフォロワーさんいきます。イルミナティさんフォローありがとう。昨日の元祖サスケは何かあったの、うん、え、元祖サスケってリスワン取ってたでしょ。え、取れなかったの、嘘でしょ。バンになったの、うわ、サスケ取れてねえ。嘘。サスケ取れなかったんだ。アホだな、あいつ。うん、ゲルゲは寄ってきた。ゲルゲは別に寄ってこないけど。スクワットやってるやってる。うん。どちらかというと気持ち悪い。え、嘘でしょ？え、俺だって中学生の頃小田切ジョーって呼ばれてたんだよ。成田の小田切ジョーって言われてたんだよ。成田で一番オシャレなの俺だったんだよ。もう成田に住んでる全人口の中で一番かっこいいの俺って噂だったんだよ。俺立ち直った。あ、番号さらしなんだ。マジかよ。びっくりするわ。いや、小田切城クリソツでしょ。セクズマが取ったんだ。よかったじゃん。セクズマは1万円でかいかんね。おこぼれはでかいですよ。うん、成田だよ、俺。うん、本当だよ。聞いてみろよ。じゃあ、成田に住んでる人に聞いてみろよ。和道ってやつ、成田の小田切城って呼ばれてたの知ってるって。いや、有名っすよ。成田の城ですよね。って有名ですよ。一番かっこよかったっすよ。ファッションリーダーですよ。ってみんな言うよ。今の若い子も多分言うよ。伝説ですわ。成田の城は。うん、ナーボーは、まあ、世代がちょっとな、違うからな。うん、ナーボーとはちょっと世代が違うから。もう結構年離れてるから。うん、まあ、ナーボーな、富里だからな、成田っつってもな。田舎隣町だからな。見栄張って成田とか言ってるけど、成田大都会だから。うん、絶妙のバランスでキモくない。俺でもさ、俺どっかパーツおかしかったら、これ以上どっか1ポイントでもパーツおかしかったら、多分ね、ほんと気持ち悪い顔だと思うよ。うん。多分ね、鼻なんだよ。鼻がね、高いからなんとかなってるけど、鼻が低かったら俺超気持ち悪い顔だと思うよ。下膨れ、デコッパゲ、寄り目。おちょぼ口。やばいぜ。鼻がね、なんとか保ってんだよ。うん。千葉民度高えだろ、お前。
千葉は民度高えわ、うん、知り合いと同じ顔、うん、千葉民度一番高えわ、うん、ねえ、そんなことないよね。ぶっちゃけ生で見たらめちゃめちゃイケメンだから。生で見たら超かっこいいから。バーチーは芋臭い。あ、そう。ひろゆきに似てるって言われるかな。西村ひろゆきにすげえ似てるって。まあ、あの、髪長くすると言われる。すいませんって。はい、ピクルスこんばんは。痩せて、前髪あると、ひろゆきって言われるね。肌綺麗、ありがとう。着物似合いそう、そうだね。クゲ顔だからね、うん。着物あるよ、着てみようか。着てみる。着物着てみようか。あと、浅田真帆も言われるね。でも、どちらかっていうと、お姉ちゃんの浅田舞の方が似てると思うけど。昔の日本人の顔だからね、似合うでしょ忍者っぽいとか、うん、あの撫で方は着物似合うんですよ。ここの肩がないの似合うでしょ、うん、着物は普通に似合うと思うよ、うん、ねえ、なんかだから和服っぽい服だから、よく子供の頃言われてたの、歌舞伎役者になれって言われてたね、年寄りとかに。似合う。ありがとう。こんばんは。和服は楽でいいよ。あったかいし、あったかいし涼しいし、和服は本当にパーフェクト。うん、和服はいいですよ。和服いいよね。うん、和服はね、でもメンテナンスが大変だし、あの、収納が大変なんだよ。バーガープレゼントありがとう。バーガープレゼントありがとう。てっ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 て。キリバンでーす。800人目のフォロワーさん、ゆっちゃんフォローありがとう。800番目です。たまに来ますよ。これに羽織を着るんだけど、この上に。これはね、ちゃんとした和服じゃなくて、和スーツって言って、和服をスーツに仕立ててるところだね。和スーツってやつ。ありがとうございます。800人ですね、フォロワーさんが。あざーす。おかげさまで800人のフォロワーさんが。もう1000人までもう少しだね、うん、いいねいいね。ふわっち盛り上がってるね。ふわっち大好きなんだよね。楽しいよねふわっちね。大手配信者がいっぱいいるし、
しかもなんかコンパクトで、大手配信者が常に2、3人って感じだから見やすい。うん。ツイキャスとかニコ生になるともうごちゃごちゃ してて分かんないもんね。なんだろうね。知的に見える。なんか作家っぽくない？作家っぽくない？こう。サミダレを集めて林、最上川。うん。なんかの先生っぽい。ありがとう。いや、なんか褒められることに慣れてないからね。うん、あんまり褒められないから。書道の先生とかね。どこからでも来なさい。陶芸家。ふわちきで正解だったよね、ほんとね。はい、ちいさんこんばんは。楽しんでってください。そのあごひげが渋い。下ぶくれだけどね、うん。上も生えてたんだけど、上、剃って正解だったよね。あごだけにして正解だった。あなたに会えて本当に良かった。ゆっちゃんいらっしゃい。初見さん、楽しんでいってください。なんだっけ、これは。上ない方がいい。上あったんだけどね。和どつです。和道さんの今日のパー、か、いいですね。そういうの。これね、リスナーさんからプレゼントされたんだよ。うん、ちょっと待ってて。うん。よいしょ。いや、ヒゲ剃るとね、顎の境界線なくなって、俺は顎、ヒゲあった方がいい。何回もヒゲ剃れって言われてるけど、ヒゲあった方がいいわって言われる。このパーカーは、ジャック・ダニエルなんだけど、これね、リスナーさんからのプレゼント。アマゾンで売ってるよ。アマゾンで、ジャック・ダニエル・パーカーで検索してみ。これいいでしょ。しかももう、1年か2年ぐらい来てるけど、まだ着崩れしてないよ。これ。ジャック・ダニエル。アマゾンで売ってるから、物もいいですよ。おすすめ。うん、おすすめ。ボケボケ？これ。ジャック・ダニエルのパーカー。これ、おすすめですよ。うん。かっこいいし。愛用してますね。これもリスナーさんからプレゼント。もう一着欲しいな。もう一着ぐらい欲しい。ジャック・ダニエルのパーカー。あ、いてて。服はね、なんかその人となりが出るからね。ブランドとかないんじゃないの？なんかの、あれじゃん？協賛品とかじゃないの？普通にジャック・ダニエルパーカーって検索すると出てくるけど。多分ジャック・ダニエルが出してるんだよ。彼女にね、振られちゃった。うん、彼女に振られた。うん、新しいフォロワーさん紹介します。こうちゃんフォローありがとう。こうちゃんフォローありがとう。今日プレゼント届かなかった。え、嘘？もうみんな届いた届いたってメール来てるよ。多分明日届くんじゃないかな。うん、なんで？なんで？わかんない理由は。理由は彼女にツイッターで聞いてください。うん、僕わかんないですよ。なんで振られたのか。新しいフォロワーさん、リアさんフォローありがとう。なんでなんだろう。なんで振られたんだろう。理由気にならないの？だってしょうがないじゃん。嫌いになったのに理由、だって嫌われたのは嫌われたんだから。うん、ありがとう、こうちゃん。嫌われたもんはしょうがないですよ。うん、嫌い、嫌いね。好きって言われると嬉しいけど、嫌いって言われると傷つくよね。怒鳴ったから。いや、だってそれ怒鳴るでしょ。
2時間もさ疑われたらどうなるでしょう。そりゃ昨日のモテモテ発言かな、わざとそうしたんですか。何が何だって電話で話そうよ、のんたん。LINE で話そう。みんなも気になるって。ねえ、気になるでしょ。のんたんの言い分聞きたくない？俺ばっかり言ってたら卑怯じゃん。のんたんも言い分あるんだったら今放送で言いなよ。LINE 繋ぐから。みんなも理由知りたいはずだよ。2時間話してるわ。うん、話してるって。のんたん電話で言いたいこと言っていいよ。言いたいこと言いなよ。言いたいことあるんなら。配信で配信で、だからそれは配信ででしょ。配信で出会ったんだから。待ってるよ俺は。話し合いませんか？とかメンヘラ統合失調症って言われてるだけなので嫌です。いいよ、そんなん気にしなくていいよ。言わないよ。ここのリスナーさんみんなのんたんの味方だよ。大事だよ。このリスナーさんのんたんの敵じゃないよ。うん、のんたん手帳持ってないもんね。みんなのんたんのこと大好きだよ。言わないよ。うん、まあじゃあ話したくなったら電話かけてきて、うん、話したくなったらでいいよ、待ってるから。ウルフ、どうしたウルフって、うん、だからそれで喧嘩になったんでしょ。だからリスナーさんにそれ相談した方がいいって。電話で話してきなよ。だからこれが俺のサブアカだっていうことで揉めたわけじゃん。その経緯を話さないと分かんないから、リスナーさんに。電話で話した方がいいよ。絶対。だからそれをいきなり言っても分かんないわけだから、リスナーさんに。ちゃんと順序を踏まえて説明してあげないと。俺はサブアカ持ってないって。うん、スターリンゲア、素敵。うん、だからそれは何言ってるか分かんないって。俺サブアカ持ってないって、ふわっちで、
だから、のんたんの勘違いなんだって、それは。電話で話そう。やるんだったら。じゃあ、リスナーさん混乱するから。ちゃんと話聞くから。そうそう。言葉で話した方がいいよ。ユンいらっしゃい。まあまあ、宮高さんちょっと待って。それじゃ伝わんないって、のんたん。参ったなぁ。どうしたらいいんだろう。スターリンギアって読むの。スターリンギア好きだって言ってたんですよね。スターリンギアって何よ。何の話よ。ノンタン誰かと勘違いしてるんだって。スターリンギアアクセサリーのブランドで一緒にショップのホームページを見ました。スターリンギア好きじゃないよ。俺が言ってるのはオズアブストラクトだよ、ノンタン。ノンタンだから、飲んだんだから一回話そう。俺スターリンギアっていうブランド持ったこと一回もないし、一緒に見てないよ。見てない。スカルなんて持ってないよ。スターリンギアじゃなくて俺が好きだって言ったのはオズアブストラクトだって。ギアスいらっしゃい。わかんない、スターリンギア。俺知らない、そのブランド。だから誰かと勘違いしてるんだよ、ノンタン。俺喋ってないよ。俺放送アカウントこれしか持ってないから。いや、俺クロムハーツもあんま好きじゃねえわ。参ったなぁ。俺だってドクロのアイテムなんか一個持ってないじゃん、ノンタン。それがどうしたのよ、スターリンギアが。ノンタン話そう。話。ティッシュの箱？だからティッシュ箱ないじゃん。ノンタン知ってるでしょ。ティッシュに箱ないでしょ、ほら。ビニールじゃん、ティッシュ。ほら。ティッシュみんなビニールでしょ、ほら。ドクロは好きだよ。俺別に嫌いじゃないよ。でも俺、ドクロのブランドもなんか持ったことないよ。ドクロは別に嫌いじゃないよ。違う違う。スターリンギアが何なのよ。それがわかんないんだって、ノンタ。だから電話で話そうよ。コメントだと、ベッドの横にドクロあるよ。あれはお店で使ってたやつだから。それは、バー歩みの頃にドクロのティッシュ箱あったのは、バーの備品なのよ、あれは。でも別に使ってないじゃん。わかった。100歩譲って、100歩譲って、ね。100歩譲って、俺が、その、まあ、ドクロ好きだと。スターリンギアも知ってると。それが何なの？だから電話で話そうよ。ちゃんと聞くから、俺、今なら。あの時寝ぼけてたから。電話で話そう？俺、心にしこりが残るから、俺も。うん。おやすみ、高橋さん。お互いに良くないから、心にしこりが残ったら。
ねえ、のんたん。要は、なんか、のんたんの言い分だと、昨日ミュールとコラボ配信してたっていう話なの。俺がサブアカで。で、俺リアルタイムで電話かけてるから、俺じゃないよって。寝てるよ、俺っていうことを言ったんだけど、それがきっかけなのよ、今回。でも、のんたんは和道さんの声だって言い張るのよ。だから浮気してると。ミュールで裏繋がってると。でも、ミュールでもなんでもないのよ。うん、だいたい、ふわっちはさ、アカウント、スマホに1台、スマホアップロードしない、ダウンロードしないと、アカウント作れないから、俺、スマホ1台しか持ってないから、アカウント1個しか持ってないのよ。そう、それを2時間ずっと言われたのよ。俺、浮気してないよって。だから、それはミュールじゃないって、ハニー死に直しは。俺、ミュールと何回も会ったことあるから、声でわかるって。もうミウルと連絡取ってないよ、飲んだ。知らん PC でアカウント。俺はアカウント1個しか持ってないのよ。だから悪魔の証明だから、やってないことはやってないとしか言えないんだっていうことをずっと言ってんのよ、昨日から。だから、その人の放送履歴とか見たら、俺の仕事してる時間とか、俺が放送してる時間被るんじゃないっていうことを説明、ずっとしてるの、俺は。まあ、いったな。なんだ、俺浮気なんかしないよ。誰かとスカイプもしてないし、LINE もしてないし、ましてやフワッチでコラボなんかしてないよ。だよね、スマホと連動しないと PC だけじゃアカウント持てないよね。そう、それを何回も言ってるんだけど伝わんないんだよ。うん。ギアさん、本当に煽らないで。悪いんだけど。うん。ノンタは本当に信じちゃうから。いや、ノンタンと話さないとダメだと思うんだよね。もうノンタンは俺が、その、フワッチで誰かとコラボして浮気してると思い込んでるからさ。俺はだから場を設けるよ。俺は逃げないよ。いつもそうじゃん。リスナーさんに何言われても俺は絶対場を設けるから。俺は逃げないよ。だから、それは、だから、俺は知らないって、俺がアカウントじゃないから。のんたん。浮気しないよ、のんたん。あ、それはだから、まあ、彼女なんて作ろうと思えば作れるっていうのは、まあ、本当だから。別に。うん、別に俺のこと好きな女なんかいっぱいいるのは本当だもん。でも、だけど俺はノンタンが好きだからノンタンと付き合ってるわけじゃん。トイレ行ってくるね。
いや、発言禁止してたら生の人なんかできねえよ。俺はノンタンのこと好きなの、今でも変わらないし。だからさっきも言ったけど、信じてる人に信じてもらえないのが辛いんだって。うん、それは仕方ないよ。だから言ってるじゃん、ずっと去る者は追わないって。うん、でもイコンが残るんであれば話して解決しようって言ってんの。だから俺今から会いに行ってもいいよって言ったじゃん。でも家に来たら通報するって言われたのよ。どうしたらいいんだろうな。のんたんはどうしたいの？いやだから違うでしょ、ギュアス。分けてるでしょ、ちゃんと。分けてるでしょ。うん、だけど、配信でサブアカで放送してるって言われて、やってないとしか言いようがないんだから、俺としては。うん、俺は分けたいよ。どちらかっていうと。どうしたら発言のこと？いや、だから、別に発言分けてるじゃん。配信で別に普通に言うよ、俺は言いたいことを。生主なんだから。その言いたいこと我慢したくなくて俺は配信者になったんだから。それは言いますよ、悪いけど。うん、別に言ってまずい発言だとも思わないし。うん、何人も。ねえ、のんたんどうしたら信じてくれるかね。信じてるっていうか、まあ事実だからね、どう考えても。うん、俺はサブアカ持ってないんだから、うん、ミュールとも連絡取ってないし、うん、ミュールと繋がってない証拠を何を提示すればいいの？逆なんだって。ノンタンがミュールと繋がってる証拠を出すか、何々出してって言って全部出してるじゃん。俺何でも出すよ。だから悪魔の証明って言ってやってないことを証明することはできないんだよ、ノンタン。それはもう現代っていうか、もうそうなってるんだよ、やってないこと。例えば、のんたんさ、昨日うんこ食べたろ。なあ。うんこ食べてない証拠出せよ、のんたん。お前、うんこ食べたろって言われても無理でしょ。のんたん、昨日うんこ食ったろ。食ってない証拠じゃ出せよ、のんたん。って言われたら無理じゃん。でしょ？うんこ食ってないよ、しか言えないんだよ。うんこを食ってない人は、うんこを食ってないって言うしかできないのよ。証拠も何もないのよ。うん、悪魔の証明っていうの、それは。いや、極端だけども、そういうことなの。やってないことは証明できないの。だから法律上、疑わしきは罰せずっていう原則があるのよ。証拠があるものしか裁けないのよ。で、実際やってないから、疑われてるんだからさ。うん、俺は今、悪魔の証明の例えをしたのね。新しいフォロワーさん紹介します。佐藤さん、フォローありがとう。ネタじゃないって。うん、実際やってないんだから、俺。うん、話そうよ。コメントじゃ拉致開かないじゃん。話しよう。そうそうそう、訴えてる側が証拠を突きつけないといけないんだよ。そう、つまり、ノンタンがミュールと繋がってたりとか、放送でコラボやってるっていう証拠を突きつけないといけないのよ。新しいフォロワーさん、ももさん、ありがとうございます。でも、証拠は絶対事実として残るから。やってたんだったら、もし。でも、その、なんつうの？スターリンも知らないし、ハニー、
死に直しも知らないのよ、俺は。会ったこともないし。同じことって、だから電話で話そうよ。同じことって何が同じことなのよ。うん。うん。証拠が提示できないことを誰が言ってるの？新しいフォロワーさん紹介します。アガムさんフォローありがとう。まあ、電話で話したくないのは分かったよ。参ったな。どうしたらいいんだろう。俺でも今までリスナーさんに嘘ついてないぜ、何にも。タフネスさんいらっしゃい。ちょっと彼女と揉めてて今。元彼女か。元カノと揉めてるんです、今。いらっしゃい、楽しんでってください。まあ、楽しめる空気かどうかわかんないですけど。すいません、初見さん、せっかくいらっしゃったのに。新しいフォロワーさん紹介します。ゆかさん、フォローありがとう。こんばんは。なんて読むんだろうな。翔さんかな。翔さん、コメントありがとうございます。楽しかったらフォローしてください。コメントありがとうございます。あられちゃん、初見さんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。コメントありがとう。ちょっと、修羅場ですけど。帯状発疹と熱があるので、あら、ません。帯状発疹と熱がある。翔さんね。翔さんいらっしゃい。ゆかさんいらっしゃい。フォローありがとう。鍵渡すよ。うん。のんたんから鍵を今日返されたっていう枠なのよ。そもそもの枠の始まりがそうなの。うん、俺会いに行くよ、今から。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんが、ちっささん、しょうさんフォローありがとう。そうだね、安静にしてた方がいいね。うん。参ったなぁ。帯状発疹ってなんだろう。帯状発疹。帯状発疹。痛みがある皮膚病。うわぁ。なんだこれ。気持ち悪い。蕁麻疹みたいなやつ。いや、行きたいんだけど。なんで逆ギレしたの？だから話そうよ、一回。うん。いや、だから、ずーっとさ、俺明日仕事だったの知ってるじゃん。だから、辛かったんだって。うん。あ、
ヘルペスか。あまいったな。いや、パソコンいらんよ、別に。そういうことじゃないって。そんなこと言ってないじゃん、のんたん。そういうことじゃないって。いや、荷物置き場でもないって。じゃあ、のんたんと一緒にいたいんだって、俺は。でも、理由もわからないでさ、そんな、こんなさ、やってもないことでさ、別れるなんてやだよ、俺は。今から行こうと思ってたんだけど、通報するって言われてんだよね。警察呼ぶって言われてて、あ、このアイコンは本人じゃないよ。ちょっと待って。なんかさ、ちょっと待って。一個だけ言っていい？あのさ、いや、ちょっと、いや、いいんだけど、一個だけ言わせてほしいんだけど、なんか、なんで俺は悪者みたいになってんの？なんか俺が悪いことやったみたいになってんだ。全然意味わかんないんだって。納得いかないでしょ、お前。いや、なんか俺が下手打って謝りに行こうみたいになってない？おかしくない？なんか。それおかしいでしょ？じゃあ、気持ちはわかるよ。俺も行きたいよ。だから誠意見せるために動けとかさ、ちょっと待てよ。おかしいでしょ？どう考えても。そう。初見さんからしたらさ、俺がなんか、今来た人から、事情を知らない人からしたらさ、なんか俺が悪いことやって、うん。ちょ、待ってよ。
モンタンのこと運命の出会いだって話してくれてたよ。愛されてでも羨ましいと思って。うん。自分で食べ物を飲み物を買えないような女なの。そんな女捨てちまえ。いや、そういうのは良くないよ。そういうこと言わない。うん。新しいフォロワーさん、マーサーさんフォローありがとう。俺は自分に非がないことで謝る男は大嫌いだね。うん。それはダメ。生き方として許せない。自分がやってないことはやってない。以上です。うん。悪いと思ったらすぐ謝るけど、やってないことはやってないって言わないと。うん。うん。それはダメ。生き方として許せない。やってないもんはやってないです。別に、のんたに謝れとかそういうことを言ってるんじゃないの、俺は。うん。やってないもんはやってないの。うん。それだけです。うん。うん。でも、話をしに行くっていうのは正しいことだし、俺が行こうともしてたわけじゃん、さっき。だけど、それで警察呼びますっていうんだったら会いたくないっていう意思表示だから。それは俺は彼女のことを組むよ。俺行こうとしてるし、行く気持ちはあるんだから。うん、でも彼女が会いたくないっていうのであれば会いません。はい、そう、彼女の気持ちを優先します。うん、うん、まあ悩んでるけどね。だからせめてだから電話で話さないっていうことを言ってんの。うん、ファジーってなんだろう、なんだろうファジーって。俺だって心に病気持ってるけど、それは言い訳だからダメ。それは俺は付き合い関係ない。うん。豚さんいらっしゃい。それはノンタンのことを人間として見てるから、俺は。うん。一人の女性と一人の人間として尊厳を持って見てるから。うん。だから俺がノンタンのことを好きなのは俺の気持ちとしてあるけど、ノンタンの気持ちが一番重要だと思ってるから。うん。だから時間を置こうっていうのはそういうこと。だから誠意見せるとか、俺は気持ちあるけど、それが迷惑行為になることもあるんだって。サイさんこんばんは。だから白黒はっきりしようじゃないのよ。やってないことはやってないよとしか言わないっていうことよ。うん。だからのんたんにとっては俺が浮気してるっていうのが事実なわけじゃん。だからそう思ってんなら悲しいよとしか言えないんだよ。うん。そうそう、話したいなら通報した。俺は話し合いたいと思ってるけど、彼女は話したくないって言うから。うん。そうそう、脳の病気だね。うん。でも俺は医者じゃないから。俺は一人間だから。うん、うん、ほっとくことはできないよ、やっぱ好きな人だから、うん、ほっとくことはできないよ、うん、うん、俺は別にノンタンがそういう病気抱えてることも知ってるしさ、あのノンタンがそれで苦しんでるのも一番そばで見てきたし、だから、まあ、話したくなったら言ってよ。いつでも話すから。逆ヒカキンって何？なんだろう。逆ヒカキン。そうそうそう。うん。ニュールに会わないでって言った時も会ってましたよね。ニュールに会わないでって、それは動画に残ってるじゃん。それは動画に残ってるじゃん。みんな知ってることじゃん。うん。でも、ノンタンのこと大事だから会いに行くよって言ったじゃん。
まいったな。いやマジでまいったわ。どうすればいいんだろう。マーサーさ、事情を分かってないでしょ？口挟むの良くないと思うよ。知らないのに口挟むのは。YouTube に動画残ってるから最低限それ見てから口挟もうよ。うん。もともと、リスナーさんと、ね、会う約束をしていて、ね、日取りも決まってた。それを彼女に伝えてた。で、当日急に、もういいってなったんだよ。それは、事前と会いたくないっていう、もう会わないよっていう約束をしててそうなったんじゃなくて、会うからっていう話を通してた話だから、それは。お帰り、ジュピター。ツバニアにも会ってるよ。じゃあ何？俺は今後女性と誰も会っちゃいけないの？ノンタン。おかしいじゃん。ノンタンの言ってること言ったら全人類の女性と誰とも会わない生活なんか無理だよ。うん。そう、ちゃんと、だから、それはおかしいでしょ、ノンタン。ノンタンの理屈は誰とも会話することもできなくて、リスナーさんには女性を誰も入れなくてって。そんなの無理だよ、ノンタン。俺配信者だもん。でしょ？そう、配信を選ぶか、ノンタンを選ぶかになっちゃうんだって。で、俺、ツバニャンにも何にもしてないじゃん。だってコラボだってミキティとだって会った時すぐ拗ねて帰っちゃったじゃん、ノンタン。何にもしてないよ、俺。普通に会話してるだけだよ。無理よ、職場にもだって女の人いるんだし。だからその人とね、浮気をしてたりとか、ラブホテルに入ったりとか、まあ、パコったり、キスしたりとか、手繋いでたりしてるなら100歩譲って、ノンタンの言い分わかるよ。うん。それだったら浮気したって認めるよ。でも俺、普通に話してるだけだもん。荷物を届けただけなんだもん、ミウルには。だってさ、ミキティさ、2年ぶりに復帰してくれたんだよ。で、ヒカルくんと、キンバイさんが話してて一人ぼっちになってたら気使うのが当たり前じゃない？ノンタン。それは優しさじゃないの？俺は人間としては当たり前のことだと思うよ、それは。それでミキティとパコった、ミキティと浮気だって弱めたを飲んだんでしょ？俺飲んだんにも話しかけたじゃんだから。だから、たくみさんにも、のんたんのことよろしくねって言ってたし。いや、何言ってんの？勝手にいなくなって、それはひどいでしょ。エレベーター乗るときに勝手に走っていなくなって何回も電話したでしょ、のんたん。それは言い過ぎだよ。俺、たくみさんにのんたんのこと探してってお願いしたんだよ。あの場面で。電話をブッチしといて、それは言い過ぎなんじゃないの、ノンタン。違くない？それは、人として。心配するからって言って、ノンタンあの場所に連れてったんだよ。ねえ。違うでしょ、ノンタン。それは。ノンタンが心配しないようにっつって、無理言って、
あれだよ、3杯目ヒカルくんに頭下げて連れてったんだよ。言ってることめちゃくちゃだって。うん、のんたんのこと大事に思ってるからこそ連れてったんだよ。新しいフォロワーさん、UK さん、TK さんありがとう。昨夜ゼロ夜さんありがとう。うん。いやもうなんで放送で話そうって言ってるかっていうと、裏だともうずっとループだからこの話。だからリスナーさんにちゃんと聞いてもらえればわかるよっていうことを言ってんの。もう1ヶ月間ずっとこの状態なのよ。ことあるたび。だから一回聞いてもらいなって。日があるんだったらノンタンのこと助けてくれるリスナーさんいるよって言ってんの。要は俺に後ろめたいことがあったり、だから誠意なんだよ俺の放送で話そうっていうのは。うん。後ろめたいことあったら200人がノンタンの味方になって情報を引っ張ってきてくれるわけじゃん。アワード浮気してるよって。確定だわノンタンってなるでしょ。だから俺の誠意なのこれは。うん、放送でもループしてるね。うん、モロハの剣道としてももう俺一人じゃ解決できないんだって。どっちにしろ、だってさ、目立ちたがり屋の俺がさ、のんたん、サブアカで俺が放送するなんて考えられなくない？別コテハンで、カソナマヌシと、ね、イチャイチャ配信するなんてありえないじゃん。うん、俺はだからスタンスはずっと変わってない。去る者は追わない。うん。そばにいる人を大事にする。ただそれだけだよ。うん。別に何にも変わってない、昔から。去る者は追わん。うん。以上だよ。去る者は追わない。近くにいる人を大事にする。それだけ。別に未練もない。うん、別れるっつうんだったら。ただ、ノンタンに未練があるんだったら、それはノンタンの問題だよって言ってんの。うん、俺は気持ちは変わってない、ずっと。うん、別にノンタンのこと好きだし。そこのタマちゃん燃やして。だから飲んだ。なんでタマちゃんに嫉妬してるの？飲んだ。フィギュア。飲んだ。これ女の子じゃないよ。飲んだ。これ女の子じゃないよ。飲んだ。これ、飲んだ。だから、ね、嬉しいけど、俺のこと好きなのわかるけど、これ、別にこのこと浮気してるわけじゃないのよ。これ、スキヤの景品なの。このタマちゃんは燃やせないよ、ノンタン。それ、イラつく？なんでイラつくのよ。俺は違う。これね、俺は本当はマルコが欲しかったの。マルコが欲しくて、タマちゃん、いらなかったの、別に。嫌だ、俺はそういう、気違いみたいなことやりたくない。
これ一生懸命作った人いるんだから。うん。だから、さっきも言ったけど、命を大事にしたい、物を頑張って一生懸命作ってる人がいるんだよ、のんた。たまちゃん燃やしたところで何にも解決しないよ。うん。それはダメだよ。フィギュアだから。ほら、風船プレゼントありがとう。なんで燃やせないのじゃなくて、なんで燃やすのよ。逆に。だから、そういうの嫌いなの、俺は。どっちを取るのみたいなの。嫌いなの。昼寝歩きさん、ありがとうございます、風船。うん、俺は嫌いなの、そういう考え方が。うん。カレンさんいらっしゃい。コメントありがとう。のんたん一回電話で話そうよ。一回かけるよ。出て。もうラチ開かないから。俺のんたんのこと別に嫌ってないし。もしもし、のんたん、もしもし、のんたん言いたいことあったら聞くから何でも言ってごらん。もしもし、のんたん、のんたん聞こえる？うん。うん。うん、ゆっくりでいいよ。ありがとう、出てくれて。みんなのんたんのこと大好きだから心配してるよ。どうしたの、のんたん。昨日、ふわっちで俺放送してないよ。寝てたよ。じゃあ、別に寝とらんることないじゃん。うん、でもさ、ずっと仕事だったから、ね、結局行かなかったし、俺、仕事。うん、俺も、睡眠障害とか持ってるからさ、困るんだよ。夜中の4時にさ、電話かかってきてさ、で、ずっとああいう風に言われたらさ、困っちゃうわけよ。りょうかさん、フォローありがとう。大丈夫？体、湿疹出てるって言ってたけど。痛い？
大丈夫？わかんない。うん。のんたん一回かけ直してもいいかな？出てくれる？なんで？あの、LINE パソコンの方でかける。音が聞き取りづらいから。ヘッドホンつけてるから。一回 LINE からかけ直、あの、パソコンの LINE からかけ直してもいい？なんで？うん。ヘッドホンをつけてるから、音が聞き取りづらいから、パソコンから今すぐかけ直すから、そしたらここで音が聞こえるから、かけ直してもいい？それ、あれでしょ？リスナーに聞こえないからでしょ？いや、リスナーに聞こえないからじゃなくて、俺が音を聞き取りづらいから、ね、あの、ヘッドホンでのんたんの声聞きたいから、いい？かけ直しても。なんでヘッドホンしてるの？うん、じゃあヘッドホン外す。うん。はい。いいよ、大丈夫。のんたんはもう俺と関わりたくないの？のんたん鍵返すっていうことは別れるっていうことなの？のんたん一回やっぱりかけ直すから出て。ごめんね、のんたん。一旦かけ直すね。いや、好きですよ。うん。うん。ごめんね、リオタ。うん。人を好きになるのに理由なんていらない。もしもし？ごめんね、のんたん。聞こえる？うん、うん、ごめんね。のんたんとちゃんと話し合いたかったんだ。言いたいこと言って、全部。聞くから、俺。言いたいこと言っていいよ。俺ばっかりね、配信で言ってたらね、フェアじゃないもんね。どこだ、昨日の、ん？昨日の夜、うん、昨日見てた配信が、うん、今まで
ミュールとやり合ってた内容と一緒だった。ミュールと俺が話してるような内容だったの？ノンタンがミュールのアカウントをブロックして、で、それに反省してた。それはミュールのサブアカかもしれないよね。うん、俺がわからないだけで。俺は話してないよ。ミュールとあれから。ノンタンとミュール喧嘩したじゃん、放送で。それ以来話してないよ。会ってもないし。俺の声に似てる人だったの？その配信者は。そう。うん。笑い方も一緒だった。どんな笑い方だ？高い声で笑う。ああ、高い声で笑うもんね、俺。うん。でもさ、その時、俺電話したじゃん、夜中。ノンタンと生放送やってる時に、電話してるってことは俺じゃないってことになるんじゃない？だ、のんたんと通話してるときはその人喋る。うん。でも多分声似てただけだよ、のんたん。それ。俺サブアカ持ってないもん。スマートフォン1台につきアカウント1個作れるんだよ。俺スマホこれしか持ってないの。スマホ。だから今放送してるアカウントしか持ってないんだよ。あ、ミュールの声は聞いてるんだけど、ミュールの声じゃなかった。明らかに全然違う声。ミュールの声だった。でもさ、その、キャプチャー送ってきてくれたじゃん、ノンタン。うん。あの、ミュールの写真？その、放送画面のキャプチャー見せてくれたじゃん。写真なんてだって、他の写真じゃない。でも、これ絶対ミュールじゃないんだって、これは。このダース・ベイダーが俺だって言うんでしょ？そう。で、ミュールは、この、ハートマークの人。左上の人がミュールだって言うんでしょ？これどう見てもミュールじゃないもん。声も違ったし。う
な、いつの写真だかわかんない。うん。そうだね。でも、まあ、俺はダース・ベイダーじゃないよ。俺はミュールと連絡取ってないよ、ノンタ。まあまあ、それはいいわ、じゃあ。それはそれで。うん、じゃあもうお別れするってこと？鍵を返すってことは。いや、そうしてほしいんでしょ？うん、俺はそんなこと思ってないよ。のんたんのことすごい大事に思ってるし、のんたんすごいいい彼女だと思ってるよ。言ったじゃん、のんたんとずっと一緒にいたいって言ったでしょ？いつもめんどくさいって言ってるじゃん。めんどくさいなんて言ってないよ、俺。言ってるの？言ってないよ。のんたんのことめんどくさいなんて思ってないよ。マッコさんフォローありがとう。うん、じゃあもう嫌いになったっていうことでいいの？もうお別れするっていうことで。そういうふうに仕向けてきたんですよ。仕向けてないって。仕向けてないよ、のんた。何それ、放送でってこと？仕向けてないよ、全然。のんたんと別れようなんて思ってないよ。俺はのんたんのこと好きだよ。のんたんのこと試すこともしないし、のんたんのこと裏切るようなこともしないよ。そういう駆け引き嫌いだから俺は。駆け引きできないしね、もともと。のんたんはどうしたいの？本当は。どうしたらいいの？どうしたいのか、どうされたいのか教えて。わかんない。わかんない？うん。
今から来れば。それなんで、俺行こうか。配信切って。のんたんの部屋入れる？入れん。入れないの？どっか泊まるところとかある？ない。ん？ない。ない？わかった。じゃあ今までありがとね、本当に。楽しかったです。ありがとうございました。放送戻りましょう。終わり終わり。終了。終わり終わり。切り替え。終わり。この話、この話は終わり。ありがとうみんな。相談乗ってくれて。終わりです。終了です。あ、宮田さんどうもどうも。お疲れ。でもまあさ、どうだろうね。旅配信も順調にいってるし、配信も順調にいってるから。ありがとうみんな。あ、風船プレゼントありがとう。ありがとう。昼寝さんありがとう。ありがとう。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません。振り回しちゃって、リスナーさん。まあ、しょうないよ。縁があったら、縁が、しょうがない。俺はバカだからそういうのわからん。バカだから考えないで感じたことを素直に思うことしかできません。ファンさん、バカありがとう。エリカ風船ありがとう。俺は感じたことを素直に言うしかできない。いやー、荷物と通りどうしようかなー。ああ、ヤマハさんいらっしゃい。もうごめんなさい。タイムシフト見てください。申し訳ない。ふわりんさんどうも。大丈夫、大丈夫。ごめんね。今日のタイムシフト見たら全部わかるんで。風船プレゼントありがとう、エミちゃん。ありがとう。どうすっかだよな。なんか今、女の声入ってなかった？風船プレゼントありがとう。いや、しょうない。くよくよしててもダメだよ。ゆっちゃん、風船ありがとう。ふわりん、風船ありがとう。コーヒー買ってきていい？荷物はガレージ借りれるけど、釈迦は誰かに譲るとか。いやー、釈迦ないや、キーみたいな女の声入った。ちょっとコーヒー買ってくるわ。コーヒー買ってくる。ちょっと待って。イブハートありがとう。
はい、ただいま。あんたたち行くわよ、ゲビン。いい。うん。初見さんいらっしゃい。楽しんでってね。面白かったらフォローしてください。風船ショックありがとう。いや、もう今日2万稼ごう。うん。今日残り2万稼いで、旅に出よう。うん。風船100個ありがとう。旅に出よう。もういい、決めた。うん。風船100個ありがとう。もう今日稼いで、今日2万円稼いで旅に出るわ、俺。うん。旅に出よう。配信やってる女なんか相手にしない？いや、彼女別にリスナーだよ。ただの。配信者じゃないよ。諸星さんいらっしゃい。彼女と別れましたね。はい。釈迦どうすっかね。釈迦は手放したくねえな。家はまあ解約してもいいけど、荷物をどうするかと。でも、ねえ、旅で食ってくんだったら荷物全部捨ててもいいよな。うん。耐震補強さんどうも。うん。一服しよう。どうすんのがベストなんだろう。ここで旅は諦めたくないから、正直。花火ありがとう！ UK さん花火ありがとう！サンキュー。よいしょ、一回。釈迦連れてはね、寒いとこダメだからな。あ、そうだ。パソコンもねえか。うん。まあ、なんとかなるっしょ。そうだよ。レンタル倉庫に荷物に預けるのはありだね。旅中に釈迦預かれた。バッテリーもダメっつうか、もうタイピングもできないし、とにかくこのパソコンじゃ配信はできないね。外配信はもう不安しかないかな。で、Mac の方も最近起動したらもう動かなかった。まずパソコン手に入れることと、家と釈迦どうするかだな。スクワット、この放送はね、花火一発でスクワット5回やるっていうのがローカルルールなんですよ。そうだね、レンタル倉庫だから場所はまあ、荷物はなんとかなるよね。難しくないね、全然。うん。釈迦は毎日お水を交換と、あと、いやー、たくみさんに相談か。ハッチありがとう。ハッチありがとう。うん。たくみさん、釈迦ね。前回ね、旅に出た時は、ワンワンに取り扱ってくれって頼んだんだけど、ワンワンに拒否られて。で、ペットショップもあるんだけど、おっしゃー、古代さんありがとう。サンキュー。一回。うん。その時はね、ペットショップに預けたんだけど、1日1000円かかるんだよ。1日1000円はきつくね。あ、
うん。そう。ペットショップは1日1000円だから、ハッチありがとう。ハッチありがとう。2、3、4、5。そうだね。花火大会だね。ハザース。うん。どうすんのがいいんだろうな。まあでも、まあ、ハッチありがとう。カッチャン久しぶりいらっしゃい。でもまあ、目標さえブレてなければなんとかなるよ。うん、俺運いいから。よいしょ。スクワット辛くなってきたね。ナタリーいらっしゃい。うちペットたくさんいるので一匹増えるのは全然負担にならないし、釈迦様も寂しくない。本当にいいふわりん。うん。釈迦は3歳だね。ハッチありがとう。ありがとうございます。今年の冬で3歳だから、もう4歳入るかな。ケンタロウいらっしゃい。ケンシロウか。ケンシロウいらっしゃい。よいしょ。よいしょ。あー、聞いてきた。あ、カッチャン別れた。うん。別れました。痛い痛い痛い。スクワット痛い。うん。いやー、マックス。はい。ありがとうございます。痛い。ハッチありがとう。いい。よいしょ。ありがとうございます。いつ何時でもどんなタイミングでもスクワットします。この前郵便局でスクワットさせられたからね。うん。新宿の人混みの中とかでもやるし。大丈夫大丈夫。のんのんいらっしゃい。ゼリーさん花火ありがとう。くまくん4歳か。そう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 。鍵。そうそう。もうお別れしました。うい、ありがとう。よいしょ。うん。まあね、人間出会いがあったら別れがあるから。出会うっていうことは別れの始まりだから。うん。ハートプレゼントありがとう。そうそう。一期一会。すべての出会う人大事にしていこう。鳥三匹、犬一匹、猫一匹。あ、そうなんだ。いいね。ちょっと考えてこうね。旅も、荷物も。うん、ありがとう。匿名さんありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう。そうだね、マロさん。いやいや、ネガティブな感情はいらない。生きていく上でネガティブな感情は必要ない。特に現代社会では。運が良さそうだし、なんとかなりそう。そうだね、運はだいぶいいね。いや、荷物はどうしようかな。どうせ世界も旅するし、うん。一回全部捨てちゃってもいいかな。うん。預けるのが一番いいんだけど。花火カモンカモン。今日2万稼いでも確定させようぜ旅を。旅に行こうみんなで。世界に行こう世界に。物に対する執着は全然ないから今ホームレス経験してるから全然大丈夫。カモンカモンカッちゃん行っちゃおうぜ。九州行くよ。日本全国みんなに会いに行くよ。かっちゃん、花火ありがとう。ありがとうございます。いやー、嬉しいね。ありがとうね。みんな、みんなありがとう。かっちゃん、ありがとう。太もも鍛えてね、旅配信に備えてるから。和道オークション?いやいやいや、うん。サンキュー、ありがとう。やっぱね、失うものが何もないやつは一番強いから。失うもん何もないのが一番いい。旅するときは。吸収しに行くわけだから。
ソファーなら1000円くらい。これもともと2000円で買ったソファーだし、穴開いてるよ。ボロボロだよ。釈迦ちゃんの引き取りで預かるところとか困ったら、ぜひ頼ってほしい。ああ、ありがとうね。うん。初見さん、旅大変やと思いますけど、頑張ってください。何回か視聴してましたけど、初コメしてみました。ありがとうバーガーありがとうね。なんて読むんだろう、ヨウさんかな。ありがとう、バーガープレゼント。うん。ありがとう。あ、収入申告してるよ。大丈夫だよ。マーヤさん。ありがとう、アドバイス。バーガープレゼントたくさんありがとう。うん、初コメントもありがとうね。もしよかったら、面白かったらでいいんでフォローしてください。お願いします。みんなに会いたい。うん。よっちゃんが、よっちゃんって読むんだ。すげえな、これ。よっちゃんありがとう。帰る場所がある人は旅じゃないらしいしね。そう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 、旅行になるんだよ。計画的に行くのは全部旅行なの。旅っていうのは、その、やっぱり、その、帰る場所を持たない人だよね。うん。うん、まあ、前向いてこう。うん。カラオケ行きてえな。ストレス発散してえな。カラオケ行って歌いたい。山崎まさよし歌いたいの。セロリとか良くない？山崎まさよしめっちゃ好きなんだよね。あ、ドラム配信やる？久々に。久々にふわっち来た。そうだね。結構おかげさまで良くなってるけど。ドラム配信やる？久々の久々。もう旅目前ですよ。うん。ドラムいいかもね。ドラム叩いちゃう？フォローありがとう、よっちゃん。はい、ガチャヒロさんこんばんは。まあ、でもドラム配信つまんねえぞ。ドラムあれ笑える？ニコ生の時ね、面白かったよね。シチューの CM の歌なんだっけ、山崎まさよし。ドラム少しだよ、叩けるっつっても。うん。旅いつから、そうだね、みんなと相談して考えてるけど、ちょっとスケジュールが遅れそうだね。うん。ねえ。ドラムストレス発散になるよ、汗かくもん。風船10個ありがとう。ただね、音が割れちゃうんだよね、どうしても、機材が。それ用じゃないから。エアドラムじゃないよ。ファンさん、ありがとう！ファンさん、ありがとうね、ハーナビー。ありがとうございます。頑張ります。吉野くんと絡んでた頃。あー、懐かしいね、吉野。うん、ありがとう、マヤ、来てくれて。吉野引退しちゃったのかな？吉野は同期なんだよね。うん。そうだね。3ヶ月っていうか、15万は、それで食ってってますっていう最低ラインだから、こっから増やしていかないと思ってる。来月20万、25万って。うん。やっぱ稼げれば稼げるほど格が上がっていくわけじゃん。うん。15万はプロとしてのスタートラインでしょ。プロの最低限が15万だと思ってるから。うん、それプロなのみたいな。うん。あとやっぱピンバッジ作るよ。みんなやっぱ欲しい欲しいっていう感じで。一生元気っぽいよ。ピンバッジアイテム作る。うん。おい、匿名さんありがとう。花火ありがとう。よいしょ。ピンバッジ3種類作ろうかなと思ってる。お、カルシウムさんありがとう。3回。いやー、まあ、おかげさまで絶好調ですね。4回。いや、楽しいっすよ、配信、今。やっとね、目標に近づいてきた。はい、ありがとう、みんな。ほんとありがとう。よいしょ。いや、石野はなんかお店構えるらしいよ。焼き鳥屋さん。ありがとう。お店やるって言ってた。うん。みんなそれぞれ頑張ってるよ。少しはタンス預金しなきゃ。何かのためにね。貯金全然ない。貯金全然ない。全くない。うん。っていうか、会社ばっくれちゃったかんな。昨日、金曜日、今日か。マジでやべえな。明日電話しよう。うん。明日電話します。それがマジで。ワドラップ。ワドラップ久々やってみる？会ってドン引きされたらどうしよう。いや、全然そういうのはないよ。うん。明日早いのにそろそろ落ちる。今日も配信ありがとう。ふわりんありがとうね。お疲れ。うん。頑張るぜ。
汗かいてきたな。ワードラップは、いや、今気分じゃないかな。ラップにそんなハマってないね、今。暑い。汗かいた。カラオケ行きてえな、マジで。カラオケやりたい。今でもね、カラオケ全然配信でできるからね。太ももだけ今バッキバキだね。太ももだけはバッキバキ。体脂肪すごいよ。何たまに見せてて。浅井さん？ね。うん。浅井さんいい人だよ。神様だよ、本当に。なんであんな素敵な生き方ができるんだろう。浅井さんは。うん、心が綺麗なんだろうね、多分ね。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでいってください。面白かったらフォローしてください。浅井さんはね、全然、よくちょくちょく会ってるから、全然この放送を見てたら、全然会えると思うよ。うん、頑張んねえとな、うん。なんだかんだ4時間配信久々やったな。4時間やりきったわ。昔懐かしいな。12時間配信を1年間毎日やってたからね。体力あったわ。もう何話しても楽しかったもんね。ネタがあったんだよね。その、なんつうの、配信始めたてだから喋ることネタ帳がいっぱいあったっていうか。今もう焼き回しだもんな。ネタ作るにしても。誰かがやってたネタになっちゃうから。新しいフォロワーさん、マーヤさんフォローありがとう。ヒロさん、ヒロトさんフォローありがとう。ヨッちゃんフォローありがとう。エミリーフォローありがとう。マッコさんフォローありがとう。あざーす。ふわっちがしっくりきてるみたいだね。ハマったって感じかな。ぶっちゃけた話、ここだっていう感じがする。うん、今いいからそのうち見せて。いや、別にただラップしてるだけだけど。別にうまくもないよ。ラップにハマってた時期があって。なんかラップいいじゃんってなって。で、やってみようってなったの。フリースタイルでどんだけできるかやってみようってやってみたら、なんかみんながワドラップ、ワドラップって呼んでたんだよね。キャスの頃よくやってた、ね、この BGM の曲名はね、なんでしょうっていう曲ですね。ひらがなでなんでしょう。で、最後にハテナマーク。な、うん、でしょう、うん。新野中じゃなくて、はじめ社長が使ってるんだって、これを。まあでもふわっちでハマると思ってなかったし、こんなにね人が集まると思ってなかったからびっくりだよね。だって4時間でトータル3000人、アクティブ165ってなかなかだもんね、うん、きっかけ作り、自立できることを願ってます。そうだね。まあ生活保護はもう来年抜けるのは確定だね、今の収入的に言うと、うん、今働いてもいるんですよ、仕事もやってて。だからそれの収入と、まあ、ふわっちの収入考えると20万超えてるんで、まあ、抜けるのは確定でしょ。そうそう、虎柄のニット帽がワドラップ用の MC ワドーだね。ワドーの生き様がみんなを引きつけてるんやろ。いや、なんか、そういう感じじゃなくて、再評価されたっていう感じが近いかもしんない。なんだかんだワドー叩いてたけど、あれみたいな。冷静に一回離れて、もう一回見てみると、あれ案外聞けるんじゃねみたいな。結構頑張ってるじゃんみたいな。再評価が近いイメージかな。でもずーっとね、アクティブ20ぐらいで、カッソカソの頃何を思って配信やってたかっていうと、本当にずーっと有吉さんのこと考えてたね。うん。有吉さんのことばっかり考えてやってた。この人一回地獄見て、スターダムから一回地獄見て、それでもこの人で這い上がれたんだから、うん、絶対できるみたいな。
そうそう、なんでしょう。そうだね、ちょうどいいかもね、今年中にフォロワー1000人達成するとね。あー、それいい目標かも。2日前がちょうどふわっち始めて1ヶ月だったから、1ヶ月で800人ぐらいでしょ、フォロワーさんが。ちょうどいいかもね。こんばんは。ググが復活してちょいと騒ぎになってる。ググ、あ、聞いたことあんな、ググって。俺見たことないかもしんない。復活したんだ。女の子だっけ？何、ニコ生でやってんの？絡みないからわかんないな。俺何気に3年しか放送やってないからね。古い生主さん知らないんだよ。でもなんか最近嬉しいなって思うのは、エミさんがツイキャス復活してて、よく見るんだけど。なんか嬉しいね。エミさんが復活してんのは。やっぱ配信者だわっていう。やっぱこの人配信愛してるわっていう。そこがなんかグッとくるね。新しいフォロワーさん、ナタリーさん、フォローありがとう。潜ってること多いけど、声がラジオみたいで落ち着きます。もともとね、ラジオっぽい配信やりたいなと思ってて。だから、ロム線がもともと多いんですよ。だから、そのコメント拾いがね、なかなか難しかったけど、ね、20人しかアクティブないのに、20人がずっと潜ってたら意味ないじゃん。喋りづらいじゃん、やっぱり。だけど今、この150人超えたりとか、まあ、100人超えたらだね。100人超えたらもう絶対誰かが、助けてくれるから。だから、聞く人がね、100人ぐらいいても全然いいと思ってる。これね、教えてもらったんだけど、元カノに教えてもらったんだけど、コメント打つ人が10人いればいいっていう。実は、大手配信者も、みんながコメント打ってるように見えるけど、読めるコメントは10人だって言ってて。10人コメント打ってそれを回してるだけで配信は成立するから。うん。その10人をピックアップする。うん。面白いコメント打つ仲間を作れば勝ちだよって言われた。あー、どうなんだろうね。俺は昔のエミさんの顔美人で好きだったけどね。うん。だがしかし、突然飽き性が出ないか心配です。どうだろうね。飽き性とはまた違くて減らるんだよ、コメントで、アンチコメントで。でも今ストレスは一切ないから、正直言うと。飽き性じゃなくて嫌になるの。もう、アンチコメントをバカ相手にしてると。でもバカが来ないからいい感じ。うん。歌がうまい、可愛い系だ。まあ、それは売れるわな。だからね、結局ね、掛け合いなんだよ。掛け合い漫才っていうか。だからその、参加者、実はリスナーさんの方がね、重要なんだよ。あ、アンチ全部ブロックしてる。もうそこ、もうね、腹くくって、もういらないって決めたの。ふわっちは。ニコ生ずっとアンチを泳がせてたから、どんどんアンチが増えていくんだけど、もう一発でも気に入らないコメント打った瞬間に NG 入れてんの。だから、すごいコメントが荒れないのはそこなの。あ、荒れるリスナーは、もう金にもならないし、ね。応援する気もないし、もう俺には必要ないわって言って、かそってもいいから、もうブロックって決めたの。質のいいリスナーさんだけ、付き合いしようっていう。うん。だから、そっから、だからね、それ結構ね、踏ん切り、ふわっち来てから踏ん切りつけてから変わったかもしんないね。だいぶ。腹くくって、付き合いしたいリスナーを選ぶっていう。うん。アンチコメントで速攻ブロック入れたら、もう配信見れないからね、そのアカウントで。だからアンチが存在しないのよ。今日も5人ぐらい入れたよ。この3000人の中で5人ぐらい入ってる。ネガティブな感情いらないから。イライラするし。だから楽しい、ハッピーな放送やった方がいいから、俺は。否定的なコメントとかいらない。和道のパーツの変なフォロワーがツイッターにまだいっぱいある。ほっといていいよ。うん、ほっといていい、ほっといていい。だってさ、配信者がつまんなくなったら、放送もつまんなくなるじゃん。足の引っ張り合い良くないよ。ニコ生じゃないんだから。もうそういう配信古いよ。これからはね、ファンになってくれる人を見つける作業だから、居心地いいでしょ？人数増えてさ、こんだけ人がいるのにさ、ね、みんな応援してくれるわけだから、絶対放送良くなるよ。だから3年目にしてようやく気づいたよね。リスナーさんを大事にするっていう本当の意味が。なんかね、バカがね、よくね、なんかアンチコメントが放送を盛り上げるんだよとか言ってたけどね、それは違うよ。それは、
うなちゃんとかみどりさんのスタイルであって、俺のスタイルとは全然違うから。俺はリアルに本気でやってるから。うん、人間和道でやってるから。から人間として付き合ってくれる人としか相手にするつもりない。人間と人間のぶつかり合いだからさ。でも別に人として、なんつうの、意見があるじゃん。意見が食い違う時の意見は受け入れるけどね。うん。それは別にブロックとかはしないけど、あからさまに人格否定だけをする人っているんだよ。そう、話の内容を聞かないで、もうとにかく和道が嫌いみたいな人は速攻ブロック。うん。そうそうそう、結局ブーメランなんだよ。そう。自分がやってるのに似たリスナーが寄ってくるから。そう。なんか、金梅さんのリスナーも金梅さんにそっくりだし。自分に似た人が集まるんだよ。うん。まあ、緑さんのコメントはアンチコメは愛情だと思うよ。ただ、緑さんのノリをこっち側に持ってこられたら困るじゃん。ぶっちゃけ楽しい緑さんじゃねえからさ。なおちゃるいらっしゃい、初見さん、コメントありがとう。楽しんでって。面白かったらフォローしてください。落ち着いて聞けるのが一番。まあね。俺も結構ラジオ代わりに配信聞くこと多いから。最近、鮫島さんが多いかな。鮫島さんと誰だろうな。うん。金梅さん語りあんまりやらないから、ロムることはなくてコメント打つこと多いけど、サメさんの放送を流しながら作業やってることがすごい多いかもしんない。うん。残り5分だ。一旦終了だね。一旦終わりだ。たくさん、3000人も集まったんだ。ありがてえな。4時間配信で3000人だったら、まあそこそこいいよな。他の配信者見たときアンチコメばっかりで、なんだか見てるこっちが怖くなって逃げたことがある。わかる。なんか空気が違うなっていうね。殺伐としてるなっていう。牛島くん似てないよ。全然似てない。見たことないもん、牛島くん。よく言われるけど。うん。まあ今日は長くなるよ。明日、明後日休みだし。うん、よく言われるよね、牛島くんって。似てないよ。そう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 。空気って大事なんだよね。俺は、サイレントマジョリティって言って、実は放送はロム線の方が圧倒的に多いし、なんつうんだろう、ロム線さん見てる。まあ、コメントは打たないけど見てる人っていうのはすごい大事にしてる方だから。うん。だってさ、みんなそれぞれ仕事があったりさ、やることがあるわけじゃん。家事洗濯もあるし、うん、子供育てたりとか。そんな中であくまで俺ができることって暇つぶしだと思ってんのよ。うん。暇つぶしのみんなの暇をつぶせるプロになりたいの。そう。和道の放送。だってさ、暇をつぶすって実は甘くなくて、YouTube だって面白い番組いっぱいあるし、テレビだって面白い番組いっぱいあるんだよ。でしょ？だから、それを、ね、そうじゃなくて和道の放送が聞きたいって言ってくれるのは、すごい嬉しいよね。こんだけ世の中に面白いコンテンツがあって、その中で優先して俺の放送を見に来てくれるわけだから、俺からしたらもう本当にありがたいよ。宝だよ。評価されるまで苦しいけどね、なかなか時間がかかることだから。でもね、やっぱね、人間って頑張ってる人が好きなんだよ。うん、あ、本当に作業しながら楽しめるのはありがたい。うん。でも、まあ俺自身もそうやって、やっぱ、俺は YouTube 見ることが多いけど、うん、みんなの役に立ちたいよね。うん、最近テッドで人の話し方講座っていうか、プレゼンテーションとか人を引きつける話し方を勉強してて、テッドっていうプレゼンテーションの番組があるんだけど、コメントあまり打たないけど見てます。ゆきちむありがとう。フォローしてね。今サメちゃんとバエたちがやってるけど、和道さんとこ来たよ。あー、そうだよね。そうそう。だいたいね、金梅さんがやると50人ぐらいにアクティブ減ってたんだけど、今日はね、金梅さんとサメちゃんやってるのに、150人も来てくれてるから、ああ、ありがてえなーと思ってずーっと見てた。俺、2ウィンドウで放送やってんだよ。
必ずこうやって、自分の放送枠をこっち側に流して、こっち側で今何位にいるかとか誰がやってるかをチェックしてんの。で、リスナーさんの動きとかをずっと監視してんだよね。誰々が始まるとリスナーが減る。誰々が辞めると終わる。つまり誰と被ってるとかを研究しながらやってるんだよね。で、まあ、ツイッターとかこっちでいじったりとか。うん。なんか、ネタになること探しながら放送やってるね。残り1分だね。じゃあ一回放送終わりにしましょう。すぐ枠開くんで、もしよかったら見に来てください。今日新しくフォロワーさんになってくれた人、この4時間でフォロワーになってくれた、リスナーさんを紹介します。ナタリーさんありがとう、マーヤさんありがとう、ヒロトさんありがとう、ヨちゃんありがとう、エミリーありがとう、マッコありがとう、リョーカありがとう、YK さんありがとう、TK さんありがとう、サクヨゼロヤさんありがとう、マーサーさんありがとう、チッチさんありがとう、ショウさんありがとう、ユカさんありがとう、アガムさんありがとう、モモさんありがとう、佐藤さんありがとう、リアさんありがとう、コウちゃんありがとう、ユッちゃんありがとう、イルミナティありがとう、カミカミさんありがとう、不思議な薬さんありがとう、ミッキーさんありがとう、耐震補強さんありがとう、ミンクさんありがとう、メリーさんありがとう、エリカさんありがとう、ソーダ FX さんありがとう、カニ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。